アベマでケイスケホンダの解説がバズってる要因を教えてください。まあ、なんだかんだ言ってやっぱりそのちゃんとワールドカップの状況も知っていて、ね、あの人5大陸でチームに確か所属したサッカー選手とかそんなに多くないですよね。そのアフリカとヨーロッパとアメリカとアジアとオセアニアとっていう全部の大陸であのチームに所属してやった人って確か数人とかしかいないんですよ。なのでそのメキシコのやつらってこういうプレーをするしこういう考え方をするよねとか、アフリカのやつってこうだよねとか、ヨーロッパの人こうだよねっていうのを全部実体験から話せるんですよね。でワールドカップも何度も出てるから、あのチームこうだよねとか、で俺のチームメイトあのチームにいるんだけどさみたいなっていう話とか、その持ってる情報量が異常に多いんですよ。で異常に多い状況でありながら、カンボジアのあのワールドカップのカンボジアチームの国のね、カンボジアの国の監督をやっていて、でウガンダかなんかのアフリカのサッカーチーム持ってて、でドイツで昔サッカーチームを買ってみたいなので、そのサッカーの監督の経験も多いんですよ。なのでその選手としていろんな経験をしてこういうものがあるんですよって話と、監督としてこういう風にやった方が戦略としては正しいよね、でも選手ってこういう風に言っても動く時と動かない時があるよねみたいな、その引き出せるカードが多いんですよ。あ、オランダでした、すいません、っていうのもあるので、でもともと関西人なので、その話にちゃんと笑いを混ぜるんですよ。なのでその小難しい話とかはするんじゃなくて、その面白い話としてそういうエピソードを混ぜるっていうの余裕のあるところも含めて、やっぱり本田さん優秀だなっていうね、本田さんかっこいいって話で終わるんじゃないかと思います。